HMS クイーン・エリザベスは、イギリス海軍の航空母艦。クイーン・エリザベス級航空母艦の一番艦。クイーン・エリザベスと、イラストリアス本艦は多目的の航空母艦として、複数の任務に対応する。船体は4つのセクションが、ボーツマス、ロサイス、バローイン・ファーネス、クライドでベーシステムズと、VT グループによって建造される。 最終組み立てを行うロサイスの1号艦ドックでは、クイーンエリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために、改修工事が進められている。2007年7月25日、国防大臣のデズ・ブラウンが、38億ポンドで2隻の発注を契約した。このニュースは、政治家、労働組合に歓迎された。両艦とも、ポーツマス海軍基地を拠点とする予定である。 この時点の計画では、スキージャンプ式滑走路を備え、関西ヘリコプターのほか V、エストール型である F-35B を積む予定であった。2008年12月11日、国防大臣のジョン・ハットンは2隻の就航が当初、予定の2014年と2016年よりも1年か2年遅れると発表した。2010年10月、 クイーンエリザベス急行空母艦の搭載機を開発が著しく遅延している F-35B からクトール型の F-35C へと変更した。この時点では36機の F-35C と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える2番艦と異なりヘリコプターのみを艦載機として搭載するヘリ空母として2016年に収益し、 2019年の2番艦収益を待って予備役に編入される予定であった。2012年5月10日、イギリス政府は F-35C の実戦配備が2023年まで遅れる見込みのため、搭載機を再度 F-35B に変更すると発表した。エリザベス2009年7月9日に寄港。2014年7月4日、 浸水式を実施した。エリザベス2世及び、エディンバラコフィリップが出席し、エリザベス2世も訪れたことがある。ボーモア上流所のウイスキーが入ったボトルを船体にぶつけて祝った。2017年6月26日、試験公開に向けて、ロサイス造船所から就航。年末には、ポーツマス海軍基地に入る予定である。 試験公開への出発時、イギリス国防大臣のマイケル・ファロンは、ロシアは、羨むことになる、ロシアが近づきすぎないようあらゆる措置を取ると発言。これに対してロシア連邦国防省が、格好の標的とやり返す一幕があった。収益は2017年12月7日であった。同月19日、イギリス国防省は、試験公開中にプロペラシャフトのシール部分から、 浸水が発見されたと発表。今後、ポーツマスに入港したタイミングで修理が行われる予定。三市では、漏水の規模を毎時200リットルとしている。今後は2020年に、ストブル空母としての運用能力を持つ予定である2018年9月28日、本館で初めて F-35B の着艦に成功したと発表された。 2019年2月11日、本館を2021年以降に太平洋、地中海、中東沖に派遣すると発表した。また、F-35 を搭載することも同時に発表している。2021年1月27日、イギリス海軍の艦隊機関の任務を揚陸艦アルビオンから継承した。同年6月。 フランスのトゥーロン沖合で、同国の原子力空母、シャルル・ド・ゴールと、初めての合同訓練を行った。同月22日、イギリス国防省は、アメリカ海兵隊と、イギリス軍の F-35B が、クイーン・エリザベスの関西機として、中東にて、イスラーム過激派組織アイソルに対する相当作戦を、行ったと発表した。同年五月十七日、地中海。 インド洋、極東地域に至る7ヶ月に及ぶ航海に出航同年7月11日から7月12日にかけて、海上自衛隊派遣海賊対処、行動水上部隊の護衛艦、セトギリ及び、派遣海賊対処行動航空隊の哨戒機 P-3C などと、ソマリア沖、アデン湾で、共同訓練を行ったと7月13日に、発表された。 同年7月14日、定期検査を行ったところ、乗組員、約3700人のうち、約100人が、新型コロナウイルスに感染していたことが判明したと、発表。キプロス機構中に、乗組員の上陸が認められていたことがあり、同年7月4日を境に感染が、流行し始めたという。なお、乗組員は、全員がワクチンを接種していた。また、 今後の作戦に支障はないとの見解も同時に発表している。同年7月20日、9月中に空母打撃軍が自衛隊基地及び在日米軍基地に寄港すると発表した。空母打撃軍は横須賀や呉、佐世保、舞鶴、大港などそれぞれの海上自衛隊基地に入港し、本館は 横須賀の在日米軍基地に入港する予定であると言う。その後、本館の入港時期を同年9月4日から同月9日にかけて入港すると正式に発表した。乗組員の上陸は許可されず、官邸の一般公開等も行われないという。同年8月20日から本館を中心とする空母打撃軍は、 米海軍教習用陸艦、アメリカ遠征打撃軍と共同演習を実施し、8月24日には、沖縄南方海空域において、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦、伊勢、護衛艦、朝日を加え共同訓練、ノーブルユニオンを行った。引き続き25日から28日にかけて、海事艦艇と日英ミーラン共同訓練を実施した。また、 同年8月25日、韓国国防部によると、当初は韓国富山に入港する予定であったが、前述した新型コロナウイルスによる感染が艦内で拡大していたため、本館の入港を見送ると発表した。なお、代わりに、同年8月30日翌月1日まで、韓国海軍と災害発生時の救助作業の合同訓練などが、 行われると同時に発表されている。予定通り、韓国海軍との合同演習が行われた。韓国海軍とイギリス海軍の合同演習は、史上初のことであり、韓国海軍からは、独島休養陸艦、独島や、潜水艦、駆逐艦らが参加した。同年9月2日から7日にかけて、東、シナ海から四国南方を経て、関東南方に至る。 海区域において、再び海事艦艇等と、日 a m ラ艦下共同訓練を実施する。海事からは、護衛艦が、伊勢のほか6隻、潜水艦2隻、p 一1哨戒機が、航空自衛隊からは、F、F-2,F-15 戦闘機、E-767 艘機警戒艦正機が、参加し、対抗戦、防空戦、対戦戦等を実施する。また、 英国空母打撃軍には、カナダ海軍フリーゲート、ウィニーペグが加わった。同年9月3日、翌4日から9日にかけて、米軍横須賀海軍施設への寄港が発表され、予定通り9月4日に、横須賀基地へ入港した。9月6日には、岸忍防衛大臣が横須賀を訪れて、本館を視察した。同月8日、当初の予定を1日早めて、 横須賀を出港し、翌9日まで、関東東方の海区域において、海上自衛隊護衛艦、伊勢、出雲及び航空自衛隊 F-35A、E-767 等と、日英ミランカ共同訓練を実施する。同年10月2日及び3日には、沖縄南西海空域において、海上自衛隊護衛艦、伊勢、霧島、山霧、米海軍空母、 ロナルド・レーガン、カール・ビンソンなどと、日米英ランカ新共同訓練を実施し、翌10月4日から9日にかけて、南シナ海において、海上自衛隊護衛艦、シラヌイと、日米英ランカ新共同訓練を実施した。さらに10月15日から18日には、海上自衛隊護衛艦、カガ、ムラサメ、米海軍空母、カール・ビンソンほか、 米海軍、豪海軍と非米護衛共同訓練を実施する。11月11日、アデン湾において、海上自衛隊派遣海賊対処行動水上部隊の護衛艦、夕霧との間で、共同訓練を実施した。2021年4月、同船を中心とする英国空母打撃軍を CSG-21 と称し、構成艦艇が発表され、45型駆逐艦2隻、 23型、フリゲート2隻、タイド型給油艦、フォートビクトリア級補給艦各1隻と、アメリカ海軍アーレーバーク級ミサイル駆逐艦と、オランダ海軍、デゼーベンプロビニシェン級フリゲート各1隻の、ナトウ諸国も含まれる、混成艦隊で編成され、航空部隊もイギリス空軍と、アメリカ海兵隊の F-35、B ライトニングに部隊及び、 イギリス海軍 SAR 対応ワイルドキャット。HMA-2 部隊とマーリン HM-1 部隊の英米混成編成となり、公表されないアスチュート急限視力潜水艦も台動し、さらに NATO 所属艦艇が参加するとする報道もあり、この編成で年内予定される西太平洋遠征が実施されると見られている。かつてはクイーンエリザベスという客船と軍艦がイギリスに、 同時に存在した。1940年から1948年の間、キュナード社の客船クイーンエリザベスとイギリス海軍の戦艦クイーンエリザベスが同時に現役であった。2010年にキュナード社のクルーズ客船であるクイーンエリザベスが就航しており2017年には約70年ぶりに同じ状況が復活した。ただし、 20世紀と21世紀どちらの艦船も名の由来のクイーンは客船は王妃エリザベス軍艦は女王エリザベスである。ありがとうございます。